おはようございます。速化塾の皆様、そしてオリガルヒの皆様、今日も FX 相場解説やっていきます。テクニカルは戻ってきました。デイリーを見ていただくとわかるんですけども、この CPI でガーンと急落した時がありましたよね。あれからボラディリリィを収めてきて、今、上下のヒゲが出てるんですけども、ほぼ、ほら、ローソク足の実践っていうのがまともな大きさになりましたよね。それが2つ目、3つ目ともなると、もうこれはテクニカルが 働くようなな時期になったと思いますんでしっかりとテクニカルやっていきますちなみに昨日設定したレンジがもう当たってですね今利益を出しているところでございます4時間を見ていきましょうはい試行錯誤の末いろんなレンジの形を取ったんですけども結局ねこの2つの値140円の845下が1 3の8 7 0でまとまってきたかなというところですよねでさらにこれをねシビアにしていきますよ1時間を見ていきます えっと、140円の、あ、これちょっと違いますね、上がね。なんでこんな値になったんだろう。あのね、私が設定したのはここなんですよ。いろいろとありましたけども、ここですよね。140円の二入れあたりと、それから下は間違いないです。同じです。138円の870。で、えー、昨日のオリガルヒの放送ですけども、ここで、あの、まあ、上帝を決めてですね、それでセルにすぐ入ったんですよ。そしたら、まあ、大体半分ぐらいのところで、 今推移しているという感じになります私の場合は、それがです、ね、急反転して、このひげ先ぐらいで、理学したんですけどもね、だからちょっと、どじっちゃいました。でも、まあ、利益が出たことは確かですね。で、えっ、ー、と、今まで、月か水とお話してきましたけども、まずは介入はないということが、黒田総裁の弁で確認できたということと、それに対する市場の反応が、どんどん、ね、収束傾向にあるだろうなっていうふうに、予測することも、まあ、できたわけなんですよ。たただ私たちはテクニカルなんで 介入の恐怖が去ったぐらいで、あの、情報の、収支選択が終わってもいいかと思います。あとは、チャートの形でね、あの、見ていきますから。そうなった時に、一つ目のポイントたる値動きの変化。ここ、包み足が出たとこ、包みないや、急落が始まったとこですよね。で、こちらと、今度ここ。ね、この力点に達した時ですから、ブレイクアウトして上に向かう方向もあったんですよ。でも、そこでは反転してセルの方向を選びました。私の場合はね。もちろん、ロスカットラインを、 この辺りに設定してセルに入ったわけですよ。そうすると、そのエントリーの通りに、そしてテクニカルの通りにこっちの下がってきたんで、え通常でしたらここで半分理学、ね。で、追撃をするって形になりますけども、え私の場合は、利確をしてそのまま、あとは見守っているっていう状態です。こういうふうに下ひが出てね、下に大きく振れたりとかして、うん、なかなか結構、レンジの中でも収束に向かって横一線になってることかなっていうふうには感じさせますよね。まあ、つまりは、この辺が団子状態になってるってことです。 あとは、この振れ幅から、振れ幅から来たわけですかこの振れ幅からね。こういったところが、引いてはこういう大きな振れ幅からだんだん収まっていったわけですよ。まあ、つまり、ボラティティってのは、収まったら、また跳ね上がる。跳ね上がったら収まるを、呼吸のように繰り返してるってことが、ここでも理解できたんじゃないかなと。だったら、その流れのまんまに、エントリーするときと、まあ、見てるときとっていうふうに分かれれば、ポジションの、 ポジポジ病ですかあれも治りますし、それから損害額も小さくなる。とりあえずは利益を残しながらやることができるってことになるんですよね。まあ、そんな感じで今日もこの2つの、レンジオプションでやっていきますんで、値動きを値動きじゃない。上と下の価格設定を確かめしておいてください。黄色で線で見えてるところがそうですからね。これね。これとこれ。はい、じゃあまた追加します。本日も頑張ってください。レンジオプションです。あと、アウトブレイクもありますからね。ここまで収束すれば。